岡県庁で始まった福田教フェア2023には情報システムを手掛ける企業28社が参加しました。このイベントは福岡県と県内の53の市町村で構成する福岡電子自治体共同運営協議会が毎年開催しているものです。会場には窓口業務をデジタル化するものや空き家の情報を管理するシステムなどが展示され、訪れた自治体の職員が説明を聞いたり体験したりしていました。まだこう住民さんに手書きで申請書等を書いていただいているという現状がありますので、この検討をするために今回のフェアに参加させていただきました。職員の業務効率化につながるツールとかがあったらなと思ってます、ね、このイベントは明日まで開かれていて、主催者は自治体の業務効率化のきっかけにしてほしいと話しています。